はいどうも皆さんこんばんは、おじいです。本日もシャドウコリドー2天の夜平楽しんでいきたいと思います。皆さんも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。雨音が響いてますね。というわけで本日から新ステージですね。ガンガン楽しんでいきたいと思います。ではやっていきましょう。レッツプレイスタート。よっこいしょー、来ましたね。そうご報告。検証やらなんやらで裏でいろいろやってるので、コーヒー豆がね14個になってカフェオレ飲めるようになりました。朝入りのドリップコーヒーにミルクを1対1で加えたものです。まろやかさの中にさっぱりとした風味が感じられます。子供から大人まで万人に親しみやすい一杯です。徘徊者の聴覚と視界への影響がわずかに減少する。まあウィークコーヒーだな。コンパクトの方が欲しい。飲みましょう。いいね。いつ見ても素敵だこのシーンね。で、あーって言うんだよね。あ、いいね。至福のひとときね。張り切っていきましょう。じゃあ八雲さんにちょっと話しかけようかな。いらっしゃいませ。どうもん。私にコーヒーを。あ、これ聞いたことありましたね。前回と一緒。カットでーす。はい。裏で一応いろいろやってたので、今、マガタマ17個あります。なんか変えるかな。エネルギー放射。設置した光石の上を通過する徘徊者の動きを一瞬止めることができる。その際、光石は失われる。あ、光石を置いとけば、罠みたいにできるんだ。面白いね。追われてる時にポンって光石を置いとけば、ピタって止まっちゃうんだ。その代わり光石は失われるよってことね。はいはい。鏡研ぎ、青銅の手鏡の転移先の候補が現在地より出口に近い場所に限定される。めっちゃいいじゃん。どうぞ、ゆっくりお選びください。ゆっくり選んでる、ありがとう。自動扉。走りながら扉を操作すると、ああ、これは一緒だね。前見たね、これね。大麻の響き、爆竹の音が徘徊者を遠ざけるようになる。あ、逆ね。爆竹の音で遠ざかるようになるんだ。呼び寄せるときでもちょっと不便か。飛燕草、ツバメ草、なんだろうね。飛燕草を所持して探索を開始する。飛燕草を所持して、飛燕草がまずわかんないんだけど、なんだろうね。まあ、今回はいいかな。どうか。お気をつけて。ありがとう。じゃあちょっとデンちゃん探しに行くか。あ、で、今ね、こう探索用に、こう、故障収集家っていうやつを入れてるんだけど、これ一旦抜いて、今回新しいマップなので、本当は異界の地図使ってみたいけど、ミニマップ出ちゃうと、ちょっと僕、なんて言うんだろう。冒険中、いろいろ目移りして、間違えそうだから、ちょっと運速の極意とかつけてみようかな。この鏡方向の速度が上昇するってやつね。これちょっと一回つけてみます。で、デンちゃんだ。一応、マガタマここも、お供えしとこうかな。これお供えしたら何になるのかわかんないけどね。あ、いたいたいた。このとこにいたのか。めちゃめちゃ探したわ、デンちゃん。クエー、おいしいかい。食べとるね。あ、喜んでるね。よかったよかった、元気出たわ。じゃあデンちゃん行ってくんね。ありがとう。よし、じゃあ新しいステージに行きましょう。行ってきます。どんな感じかな、新しいステージは。アジサイ横丁ですね。なんか、マップがね、多少ここで見えるんだけど、電柱とか見えるな。本当に横丁って感じなのかな。まあ、行ってみるか。初級でお願いします。なんか聞こえてきたね。これもう、ホタリアの近くってこと？おいしい。あ、消えた。でも、ホタリアの音聞こえるな。ここなんだ？本当に、住宅街的な。
お、タリアの音聞こえるけど。開く？開かないよね。お？上から聞こえる？変な感じだな。なんだこれ。うわ、上あるな。下もある。上も下もある。これ何？なんでこんな区切られてんの？いや、不気味。懐中電灯欲しいやつだな、これ。多分。先が見えなさすぎて怖い。なんか本当に近代的というか。あれ、この雨ってもしかして汚れる？今んとこ汚れゲージ出てないけど。あ、出てるな。汚れておる。やばい。これ開かない。これどこが開くんだ？これ室内入んないとちょっとやばいぞ。汚れがすごいぞ。これか。あ、これだ。よかった。あ、室内は大丈夫だね。で、ホタリアさんの鏡があったね。ん？あ、これコンパクトね。オッケー。あれ、オーバーあるんだけど。鍵ねえわ。うん。ちょっとホタリア一回行ってみるか。今もうコンパク全然ないんだけどね。なんかね、アーカイブがどんなのがあるか見たいよね。ん？どっち？これ。これどっち？こっち？わあ、すごい。路地感がある。あ、ちなみにね、今僕これ、汚れゲージ出てるでしょう。これね、ここの光るアジサイでも、ほら、汚れ治るんだよね。これありがたいよね。ホタルヤへようこそ。ありがとう。敵のアーカイブ僕結構全部買ってるんだけど、あ、新しいの出てる。汚れ人。これが今回出てくんだな。なるほど。これ欲しいね。あ、出てきた、ヒエングサ。あ、これか、ヒエングサって。見たことあるわ。パッシブアイテムだね。スタミナの回復速度が上昇する。はい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 。これ、ヒエングサって読むんだ。読むんだ、ちか。名前なんだ。300。今買えるもんって、別にいらんか。せいぜい死なないように頑張るんだな。了解でーす。頑張りまーす。あ、じゃあちょっとゆっくり探索していこう。これ両方あるから上も一回行ってみようかな。こっちに鏡があるってことだよね、これ。あー、そうだよね。おいし。え、待って。無理。敵いるじゃん。ダメ。今の、なんちゃらの、あれがいたね。あの、待って、向こう、ピカピカしてるな。向こうも敵いるな。いるよね。うわ！どこ壊してる？そこ壊してる？あ、どこ壊してる？わかんない。どこ壊してんの、あれ。怖すぎるんだけど。こっちは、ピカピカしてないよね。あ、大丈夫だ。よかった。ちょっとね、いろいろ見ていこう。あ、びっくりした。こっちは来てない方だよね。汚れ人ってどんなやつなんだろうな。楽しみだね。お、銃発見。ん、また立てない。銃はありがたいよ。コンパク。この雨やだな。雨やだね。回復が大変そう。あ、ここも開くね。今回はまたオーブ何個か集めたら、なんかなるとかあるのかな？発狂するとかね。お、今のは結界札かな？トカゲの尻尾。あ、トカゲの尻尾でいいか。今体力あるからね。これなんだ？あ、タンスで隠れれる。あ、外も見えるね。なるほど。いいね。これでも隠れる場所っていう認識なくなりそう。気づかなそう、僕。これライト欲し、おー、びっくりした。ライト欲しいなー。こっち行くか。
人眉がね、キモいんだよね、あの子たち。おお、気づいてんのかい、この距離でも。うわー、暗い。これ絶対懐中電灯いるわ。全然見えない。うわ、本当に違うホラーゲームやってるみたいな気分になる、これ。なんか前作のさ、シャドウコリドーの最初、一番最初のマップってこんな感じだったよね。あ、オーブある。オーブあるんだけど、鍵がないんだよな。うん。これは、1500でってやつね。検証でやりましたね。気になる方はぜひ。お、待って。オーブ取れるんだけど。ラッキー。なんか変なことなんないかな。一応先にアイテムとか調べてからにしよう。ここ隠れれるね。オッケー。じゃあオーブ1個取ってみます。ほい。うん。今んとこ大丈夫だね。オッケーオッケーオッケー。さあ。今のところ、渦の踊り子の音がちょっと聞こえたぐらいで、他の貝らしいものはまだ出会ってないね。これなるべく雨濡れない方がいいな。これ濡れると回復大変そう。コーヒー豆ある。ラッキー。よし。よいしょ。今回はなるべくね、検証らしいこととかせずに、もうガンガン行きたいんだよね。毎回言ってるけど。あ、コンパスゲット。これ行けそうだな。コンパスでもうゴールの方向かっちゃうか。初級はね、これができるんだよね。マガタマ3つだから。早いんだよね。どっち方面？あっちか。基本北なんだね、やっぱり。ゴールはだいたい北の方にあるっていうイメージがあるね。ということで、ここから行くか。どう回れるんだろう。ちょっと道が分かりづれ。開けとくか。うん、待って、何これ。開けれんだけど。何これ、何これ、何これ。なんか取ったよ。アイスキャンディー。体力を少しだけ回復する。毛ガネを少しだけ浄化する。キンキンに冷えてる。キンキンに冷えてる。一個食べてみていい？あ、でも僕体力、あ、ちょっと減ってるね。あ、ほんとだ。体力回復できる。すげえ便利。え、なに？あ、やばい。やばいよ。やばいよ。やばいよ。音するよ。あの踊り子、どんだけ目見えねえ。あ、隠れるとこあるわ。よし。来るかな？来たな、やだな。あ、でも遠ざかってるかな。なんか、アイス、もらえたお店？駄菓子屋さんかな？駄菓子屋さんの上に隠れれる場所があるんだね。これは、お決まりなのかな？お、鍵ゲットラッキー！これはマジで、もうクリアの方向かってっていいな。おお、まだいるんかい。なにこれ？なんかいる！なんかいるね。あれか、マレビト、ベロベロは。あれがマレビトってやつか。わわわ、キモ。え？どう対処すればいいんだ？一応銃は持ってるけど。必殺は鏡もあるし。ま、なんとかなるか。なんとかなるな。行こう。あいつなんだ？ちょっとこれ、あ、いるわ。あいつ何に気づくんだろう。え、いっぱいいるんだけど。いっぱいいる、いっぱいいる。待って、すっげえ足は遅いけど、何あいつ。怖っ。あ、まだいる。え、何何これ、いっぱいいる。でも足遅えな。うお、何あれ、生えてくるんだけど。待って、今僕、あいつらがいる方向に向かってる。待って、待って、待って。お前もおるんかい。もうやろう。よし。
やった上で隠れる。どうこれ。これバレるんかな。どうせやられるんなら、新しいやつにやられたいんだけど。お前じゃなくて。う、あ、壊してる。なんか壊してる。どこどこ。どこバカバカしてんの。うわ。あの新しい階何なんだろう。どういうやつなんだ。めちゃめちゃいるんだけど。あれ徘徊者じゃないのか。待って、いろんなとこからバカバカするんだけど音が。え、何、まだ壊してる。あ、何、まだ壊してる。一体どこに閉じ込められたんや、あいつ。ずっと壊してたな、今。あー、でもこっちから聞こえてんだよな。そうだよね。来るよね。撃っちゃったしな、怒ってるよね。怒るんか知らんけど。あ、この中でもコンパスで見れるんだ。便利。いや、そんなのどうでもいいわ、今。どうしよう、出れなくなっちゃった。ゴールは、あっち方面。で、僕、もう鍵が1個あるから、1個のマガタマは多分大丈夫でしょう。で、一応銃もあるから、なんとかなる。けど、これ外になんか変な敵がうろうろしてんだよな。あれどうしよう。どう対処したらいいんだ？逆なんだよね。でも渦の踊り子が向こう側にいるんだよな。さっきこの辺から、ふわーって湧いてたんだけど、あの変な敵。あいつなんだ？ちょっと大回りしてみるか。外側から攻めていこう。マップのね。ん？雨？雨はやだ。雨はやだよ。あー、でもこっち方面だよな、多分。ちょっと濡れて。やだ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 。よいしょ。あー、こっち行きてえな。よし。うわ、ここも濡れる？これ。ここも濡れてんのか。あー、まだ向こうだな。あー、ここ入れる。オッケー。入ろう。さっきのふわふわ浮いてたあいつらは何なの？めちゃめちゃいっぱいいたけど、急にいなくなったね。あ！あれだ。なんちゃら、防虫、こう。これはありがたい。ちょっと、あれ行きたいな。ホタル屋さんで、アーカイブ買いたいな。どんなのか見たい。あと、懐中電灯欲しい。そしてこの汚れの雨がやばい。えぐいえぐい。あ、またアイスあるよ。これもらっとくか。これ体力回復するって言ってたもんね。あ、汚れも回復するって言ってたっけ。これ上にもさっきと一緒だったら棚あるよな。アイテム取っとこう。取れるだけ欲しいな。あー、作りは大体一緒なんだね。マップ的には、いろんなマップ、ランダムマップだけど、一つの建物自体は、同じような形だ、全部ね。あ、おにぎりだ。ありがとう。おにぎり嬉しい。うん。で、上には絶対にタンスがあると。これは覚えとくと強いね。なるほど、なるほど。で、こう出たいんだけど、雨か。さっきの方向から行こうかな。うわー、懐中電灯欲しい。くれー。あ、行き止まりだ。なるほど。あんまりゆっくりしてると、さっきのがまた湧いてくんのかな。どういう仕組みで湧いてんだ、あいつら。なんかきっかけがあんのか。さっきのサイレンか。あれきっかけってことある？あ、雨やんだ。よかった。ちょっと毛金回復するやつ欲しいんだけど。あんまいねえな。骨骨くんたちが。あ、懐中電灯。オッケー、ありがとう。ビカーン。強い。強いぜ、懐中電灯。
敵にすぐバレるけど。まあでも仕方ねえな。銃ある。あ、まあでも銃持ってるしな。ちょっとあの変なね、ちっちゃい雲たちが出てきて、スキル、あれされる方が痛いんだよね。あれをあれね。うん。もうあれをあれとか言い出したらもう年だよね。最近ほんと言葉が出ない。あー、こっち行けない。あれをあれしてこれするんだよね。さあ。ここも雨が降ってるね。ただ多分こっち方面だと思うんだけど、ここマップの多分めっちゃ端っこだと思うんだよな。お、あいさと。待って待って。骨もいる、骨もいる、骨もいる。骨骨。あ、回復。で、懐中電灯の電池が切れちゃいそうだな。このままやってたな。で、上のアイテムも取ろうか。ちょっと同じ作りだから、せっかちな僕としては走りたくなるんだけど、こういうとこで走ると痛い目に遭う。おにぎりやっとう、ありがとう。うん、中はないんだね。よし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 。順調かな多分。こっちだよね。このまま、まっすぐ左側って感じだな。わあ、何行こうか、怪しい。やべえ、こんなとこ行きたくねえ。現実でも怖そうだな。いや、現実の方が怖そうか。ちょっとあの、ホタリア行きたいんだけど、ホタリアない？あ、ゴールだ。ゴールあったな。これ、わかるかな？この場所。ゴールあるけど、どうしよう。まだ曲がたま1個だな。一応の目印だけつけとこうか。見えないと思うけどな。こんなマップだったな。じゃ、この辺でちょっと探そう。うん。オッケー。で、千里眼はないから、銃持っといて、いつでも対抗できるようにしよう。新しい敵の対応の仕方がわかんないな。こう、罠があるね。これ、追われた時に落とせるようにしようか。こっちだな。どこにいるんだ、あいつ。あ、でもそこ曲がったまだ。ちょっと待って。開けよう。鍵用意しといて。あれ？あれ？曲がったまじゃなかった。さっき曲がったまちらっと、あ、向こうだ、曲がったま。で、ここ命の灯火かい。なるほど。鍵はだから持っといてよくて。ただ近くにいる。うん、いるね。あの光り方。あれ？鍵いらねえぞ。なんか最近鍵いらないパターン多いんだけど。前回といい。なんかあんのか。さあ、二つ目。二つ目ってどう？まあ大丈夫だね。二つ目も大丈夫。今一応ただただまっすぐ来てるだけだよね、僕ね。こっちに。間違わないようにしないとな。っていうことはもうこれ、ほぼ勝ち確じゃないかな？変なことしなければ。どうしようかな。この辺にオーブある、オーブじゃねえわ。曲がたまあるかな。もしくは、あれだね。ホタル屋さんがいいね。よいしょ。あんまり雨漏りしてないな。初級だからとかあるのかな？中級とかだったら、あ、千里眼ある。千里眼か。千里眼、ドロー。よっしゃ、オッケー。待って、何？マガタマある近くに。うわ、あそこに敵いる。でも、あそこにマガタマあるな。あっち方面に行けってことか。お、いるね！あの変な奴ら。あれ何なんだろう？
まがたまはとりあえずあっち。でもそこに、うおー、びっくりした。ビビったー。一回撃ってみます。え、撃てない。あぶね、え、待って。これ倒せないんだけど。待って、これ爆竹かもしかして。あ、爆竹ねー。どうしよう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 。あ、撃てる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 。あ、今当たんなかっただけだ。びっくりした。でも銃使用できなくなりました。おい。ちょっと待って。渦巻きの踊り子がどっか行ったぞ。逆にどっか行ったって怖いんだけど。あ、待って、シオンがいるね。あー、こいつめっちゃ爆くんだけど。ここか。あ、よしよし。そんなシオンがいる危ねえとこ行かずとも、ここにあるある。さっきのさ、あの、まれびと？まれびとさ、扉閉めてても、入ってきてたよね、今。多分。危ねえな、あいつ。今そこにいるんだよね。あいつね。どうしようかな。どうしよう。一旦作戦考えよう。もうクリアするだけ。ただ、恵比寿屋行けたらラッキーだねーって感じ。ただ、今行ってる道には恵比寿屋さんなかったな。これ、ここでアイスキャンディ食える？あ、食えないか、さすがに。うん。近くに、渦の踊り子がいる。どうしたもんだろうね。鏡一応持っといて、どうせやられるなら、新しい方にやられたい。さあ、困ったぞ。コンパスは向こうね。もう、基本ずっと向こう。行こうか。ここは鍵閉まってるから開かないね。うん。開かないね。中になんか、コンパク払ったらパワーアップできるみたいなやつがあるね。あれもまた、今後、あれでやりますね。あれのこれで、それでね。うん、やっていきます。なんだっけ？あ、検証ね。検証でやっていきます。ほんと言葉がやばい。ちょっと、恵比寿屋じゃねえ。僕、編集してて気づいたんだけど、何回か蛍屋さんのこと、恵比寿屋って言ってるよね。うん。蛍屋ね。あれ？僕、ゴールできたわ。いけた、いた。まあ、今回はちょっとサクッとクリアしますかね。ただ、これ鏡でぶっ飛んだら、僕、どっか変なとこワープしちゃうから、それだけ気をつけないとな。ドストレートに行きたいね、クリアは。これ撮ってる？撮ってるな。あ、ここに来るんだ。まあ、いいか。あれ？今引っかからなかったな。さあ、クリアですね。よかったー。クリアできちゃいました。やっぱ初級だから多少は楽なのかな。これ多分中級だと、えぐいと思う。よし。まあストーリー進めていきましょう、ガンガンね。オッケー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 。よかったよかった。じゃあ、今、手がれ、え、待って。何今の。手がれが溜まっていく間に。光石タワー貯めときますね、ここにね。うん。綺麗。よし。おしゃくにゃー、ありがとうー。さらばじゃーん。おにぎり食っとこうかな。うん。なんなら爆竹も鳴らしといて、アイスも食うか。おー、なに？やべ、ちょっと待って。やべ、ちょっと待って。今食んなよ、今食んなよ、今食んなよ。あぶねえ。アイスキャンディー3つ食ったら。ふふはは。頭キーンってなりました。エース、ありがとうございました。頭キーンってするとこあるんだ。ここどこだ？うん。白間紹介。白間さんね。ゲーム制作者さんね。白間さんお一人でやられてるんだよね、これ。すごいよね。
あ、なんか海が見えますね。船かな？なんか座礁してる？なんか変な感じの海だな。うん。なんかが沈みかけてるような。うん。あ、誰かいる。おじさんじゃない？まさかの。その服。別れ際の言葉が死ねだなんて。悲しすぎない。そりゃそう。いや、そりゃそうだけど。おじさん？え？なんでここに？いや、ほんとそうなのよ。なんでとはなんだ。心配してきたんだ。心配して来れる距離ちゃうやろ。いや、距離なんか知らんけど。じゃなくて、だってここは。ね。いいかい。天野よひらだろ。知ってるよ。やばない？おじさんは何でも知っているね。いや、何でもか知らんけど。しぐれが自殺未遂で呪いにかけられたことも。なんだろう、ヤクモさん的な能力なのかな。今度こそ死ぬために呪いを解こうとしていること。あ、すいません。いいか、しぐれ、自分から命を絶とうだなんて考えるな。そうだね。死ぬためじゃない、生きるために呪いと向き合うんだ。うん。え？何？こんなところに来てまで説教？いや、確かにね。言ってることまともなんだけど、今言われてる僕もなんか、うん、納得いかねえみたいな気持ちになっちゃった、今ね。そうだとは思うけど。親面して偉そうに。言い過ぎ。しぐれ！何？また殴るの？親って楽だね。殴って言うこと聞かせればいいんだ。しぐれ。お前はまたそう。こらえてる、こらえている。おじさんがこらえている。殴ったことはすまなかった。大事なライターだったんだ。うん、やっぱり。しぐれ、俺が開いた。前作の主人公くせえんだよな、どう考えても。俺が嫌いか？すごい質問だね。嫌い。言うんだ。だって、いつもうるさいし。それに、お母さんのこと、何も教えてくれないじゃん！すまない。うん。何それ？あ、教えてくれないんだ。そうだ。なんで教えてくれないんだろうね、お母さんのことを。もういい。私は行くから。さっさと呪いを解いて死ぬ。どうせ死ねば全てなくなる。だったら生きてる意味が分かんない。人間いずれ死ぬことが決まってるんなら、早いか遅いかなんて些細なことじゃん。だったらさ、さっさと死んじゃった方が絶対楽だって。生きてたってどうせ苦しい思いを重ねるだけ。してくれ。この先で待ってる。また話そう。どうしても喧嘩別れしちゃうんだね。帰ってきた。ラグモッチ。いらっしゃいませ。なんかいた、うちのおじが。お帰りなさい、しぐれさん。ただいま。おじさまはご一緒ではないのですね。なんで知ってんの？私のことあいつに教えたんですか？来なきゃよかった。あ、そういうこと？そんなことを言うものではありませんよ。おじさまはしぐれさんを探して自ら天の湯平へたどり着いたんです。そう簡単なことではありません。そりゃそうだ。おじさま、しぐれさんのことをとても心配しておられましたよ。うん。でも世の中には本当にどうしようもない親がいるものですが、それらを除いても完璧な親などいません。親も人の子、感情に流されてしまうことくらいあるでしょう。そういうものだと思って
ここは一つ。しぐれさんがもう少しばかり大人になってみてはいかがでしょう。めちゃめちゃ説得されている。そうですね、まあ、本当はしぐれ的にもやっぱ育ててもらってるし、ここまで、まあ、親のことは教えてくれないんだけど、腹は立つけど自分の親じゃないしって思ってるし、腹は立つけど何かしら感謝の心はあるんだろうね。なるほど。お湯を沸かしてお待ちしておりますよ。ありがとう。いやー、いいステージだったね。でもちょっと今後またね、検証とかでいろいろやっていきたいですね。あの謎の新しい、なんだあいつ、徘徊者なのかな、わかんないけど、あいつもねちょっと調べていきたいなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。この辺で今日は終わりにしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、おじいでした。そして、ヤクモさんでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。